ここからは15日に武雄市内で始まった武雄のあかり展を紹介します。武雄のあかり展は武雄市内の名所を竹灯籠などでライトアップするイベントです。まずはこちら武雄温泉楼門です。ライトアップされた楼門が昼間とは一風違った雰囲気ですね。楼門のライトアップは常時行われていますが、この期間中は温泉街の歩道に竹灯籠が置かれています。こちらは武雄神社です。神社や参道がライトアップされています。白い本殿が夜の闇に浮かび上がって神秘的ですね。参道に立つもみじの若葉も明かりに照らされるといつもとは違ったみずみずしさです。武雄神社から武雄の大楠に至るルートも竹灯籠で照らされています。樹齢3000年以上を誇る武雄市の天然記念物大楠もライトアップされています。武雄神社のライトアップは午後8時から午後10時までです。来月までは毎日、9月は毎週金曜日から日曜日までと祝日にライトアップされます。こちらは御船山楽園です。整然と並んだ5000個の灯籠が美しいですね。ここ御船山楽園では灯籠だけでなく池の水面を使ったデジタルアートが楽しめます。水面にハスの葉が浮かび、鯉が泳ぎ回る様子を映し出しています。青く照らされた小舟が池の中に現れると、その小舟の動きに合わせて鯉が移動します。また蓮の花が開いたり、光の帯が水面を駆け巡るなど幻想的な演出が楽しめます。御船山楽園のライトアップとデジタルアートは午後8時から午後10時半までです。来月までは毎日、9月は毎週金曜日から日曜日までと祝日に行われます。入場料は中学生以上700円、小学生は300円です。この他にも武雄温泉保養村の宿泊施設のライトアップや県立宇宙科学館のプラネタリウムが楽しめます。県産大豆福豊を使った御豆腐やコーヒー、パスタなどの料理や食品の提供、他にも光のイベントの開催場所に設置されたスタンプラリーなども楽しめます。武雄市内のライトアップイベント武雄のあかり展は9月25日まで行われています。問い合わせは武雄市観光協会、電話0954-23-7766です。昼間とはガラリと雰囲気が変わっていて素敵ですね。そうですね、期間も長いですから、ぜひ足を運んでみてください。